予告編より、私はゾンビと歩いた。とは、1943年公開のアメリカ合衆国のホラー映画。監督はジャック・ターナー。出演はジェームズ・エリソン、フランシス・ディー。カリブ海地域の砂糖プランテーション経営者の妻が病気になり、その世話をするために島にやってきた看護師が、ウーリュー教やゾンビといった超自然現象に遭遇するという話。 原作は、アイネズ・ウォーレスのアイ・ウォーク・ド・ウィズ・エイゾンビで、シャーロット・ブロンテのジェーン・エアの語り口を取り入れている。バル・リュートンが RKO のために作った2本目のホラー映画である。なお、私はゾンビと歩いた。という放題は、アイボックからリリースされている DVD に付けられたもので、それ以前には、生と死の間、ブールリアンと呼ばれていた。カナダ人看護師、 ベッツィ・コネルはかつてゾンビと歩いたことがあった。それはカリブ諸島で砂糖プランテーションを経営するポール・ホランドに雇われて彼の病気の妻、ジェシカの世話をしていた時のこと。ジェシカはイケるカバネ状態で、ベッツはインスリンショック療法を試すも効果なし。そんな時、女中のアルマからブーリュー教の司祭が同様の症状の患者を治したという話を聞く。 ベッツィはジェシカを連れて、被災の小屋を訪ねるが、被災は、ポールの母のランド夫人で、ジェシカは治らないと告げられる。小屋の外に出ると黒人たちがジェシカはゾンビだと、騒いでいる。ジェシカに剣を刺しても血が出なかったからだ。ランド夫人は、ポールの父の死後、再婚して、息子、ウェズリーを産んでいた。ポールとは、イーフ兄弟である。そのウェズリーはジェシカを愛していた。 ランド夫人は、兄弟が争うことを避けようと、ジェシカを呪い、ゾンビにしたと告白する。ベッツィ、ポール、医師はその話を信じないが、ウェズリーだけは信じ、ジェシカを救うため、共に海に見投げした。アイ・ウォーク・ド・ウィズ、A ・ゾンビというタイトルは、アイネズ・ウォレスが、ザ・アメリカン・ウィークリーイに寄せた記事のタイトルで、RKO の重役人は映画化にあたって、そのタイトルを使うよう、 プロデューサーのバル・リュートンに要求した。ウォレスの記事は彼女自身のゾンビ体験について書いたものだが、このゾンビとは生きるカバネのことではなく、ハイチのプランテーションで働かされる人々のことで、彼らの生態と認知能力は薬物使用のため失われていた。簡単な命令なら理解できたので彼らは従順なメ使スとして刺激されていた。リュートンは、 シャーロット・ブロン家のジェーンエアを眼骨脱退し、ハイチに伝わるブーデュ教を調べるよう、脚本家に指示した。つまり、ジェーンエアの西インド諸島版を目論んだのである。脚本に当たったのは、カート・シオドマクとアーデル・レイ。シオドマクの作ったプロットは、農園の妻を中心に展開され、彼女がパリに帰ることを阻止するためゾンビにされるという、ものだったが、 例とリュートンロテで大幅に直された。フランシス・ディーナ役は当初あんなリーが予定されていたが他の仕事があったので出られなかった。クランクインは1942年10月26日。例によると乏しい予算だったという。クランクアップ11月19日で1ヶ月にも満たない撮影だった。1943年4月原作者。 ウォレスの故郷オハイオ州クリーブランドでプレミア公開。同年4月21日にニューヨークで封切られ、4月30日に拡大公開した。1956年には RKO によりリバイバル、上映された。初公開時の評価は賛否両論だった。ニューヨークタイムズ紙は批判的で、病的で異常な生命の概念をもやもやとおぞましく表現している。 ボストングローブ紙は展開がうまくいっておらず、ラストは説得力のないクライマックスと同行したメロドラマで終わる。一方、デイリーニューズ紙のアンダーヘールは、背筋がゾッとするホラー映画と称賛し、三つ星満点で星二つ、半をつけた。近年では、レナード・マルティンがこの映画の雰囲気とストーリーを、非凡なる丸・リュートンのスリラーと絶賛し、四つ、星満点で星三つ、 半をつけるなど評価は高い。日本でも2017年11月20日に行われた上映会のトークショーで映画監督の黒沢清がゾンビというアイデアからこのような物語を紡ぎ出すことに共嘆すると感想を述べている。ありがとうございます。